NBA インディアナ・ペーサーズ参加の G リーグチーム、インディアナ・マッド・アンツは10月28日からトレーニングキャンプを開始。そのキャンプロスターに富永啓生が入ったことが発表された。SNS、マッド・アンツの投稿をチェック。キャンプロスターに入ったのは18選手。エンリケ・フリーマン、クエントン・ジャクソン、トリステン・ニュートンとニウェイ契約3選手も入っているが、 マッドアンツが SNS に公開した画像では富永が一番大きくなっている。それだけ期待されていると捉えてもいいのだろう。トレーニングキャンプは現地11月7日まで行われ、同日に開幕ロスターが登録され、翌8日に開幕予定。マッドアンツの初戦は現地9日のクリーブランドチャージ戦である。富永はネブラスカ大での最後となる2023から24シーズン。 プレーオフを含めて32試合に出場15.1得点2.3リバウンド14アシストと3年間のベストアベレージをマーク推薦枠としてチーム10年ぶりのカートーナメント出場に貢献したその後男子日本代表としてパリ五輪に出場した富永は9月アジア人初の選手として NBAG リーグユナイテッドでプレー セルビアのプレミアプログラムであるメガ MIS との試合に出場したほか、シンガポールで開催されたフィバインターコンチネンタルカップ2024にも出場し、準優勝に貢献した。そして現地9月26日、日本での気泡通りペイサーズがエグジビット10契約を交わすことを正式にリリースしたものの、翌27日には放出が発表に。残念ではあるが、 ペイサーズは昨季もエグジビット10契約を結んだ後に放出し、G リーグで選手を育成する戦略をとっている。そして富永は現地10月16日にマッドアンツと契約。所属事務所を通じて、自分の武器である3ポイントとファッションでチームの勝利に貢献し、自分自身もさらに成長して NBA 選手になるという夢の実現に向けて挑戦を続けます。 これからも応援をよろしくお願いします。と意気込みを語っている。